皆さんこんにちは。今回は寒い冬もポカポカ、生姜茶バタを作ります。まずは生姜ピール以外をボウルの中で混ぜ合わせてください。生地が混ざってきたら小さくカットした生姜ピールを入れます。入れ終わったらしっかりと混ぜ合わせてください。生地が混ぜ終わったら一次発酵に入ります。30度で70分発酵させてください。一次発酵が終わったら打ち粉をふるったキャンパス紙に取り出してください。生地を取り出したら8分割に切り分けます。切り分けたらそのまま天板に乗せてベンチタイムです。30度で20分発酵させてください。ベンチタイムが終わったら粉をふるい、クープを1本入れます。ここまでできたら焼成です。220度で18分焼いたら完成です。